ワンウォールストリートワンウォールストリートへの入り口ワンウォールストリートは当初アービングトラストカンパニービルディングだったがその後1988年以降はバンクオブニューヨークビルディング2007年以降はブニーメロンビルディングとなっている建物はニューヨーク市ダウンタウンマンハッタンの最も素晴らしいアールデコ町の超高層ビルの一つであり銀行の本部となっている 建物はフィナンシャルディストリクトのウォール街とブロードウェイの目立った角に面している。今日ではバンクオブニューヨークメロンカンパニーの国際本社として利用されている。建築家ラルフ・ウォーカーは典型的な鉄骨から下がるガラスのシートではなくカーテンウォールのアービングトラストカンパニーのため彼のジグザグのアルデコ超高層ビルを考案しブロードウェイのステージに降りる波打つカーテンのような 石灰石の壁となっている。壁のカーブのため、銀行はビルのすべてを占めておらず、多くは無所属で、放棄により公共の土地となっていたが、建物の多くと接すると主張される歩道の小さな目印の数字が埋め込まれた。建物の建設は1929年に始まり、ブアヒーズ、グメリンウォーカー建築事務所の設計により、1931年に、 完成した。それは50階建てであり、高さ654フィート、1165,659平方フィートが賃貸可能だった。ストックホルム市庁舎のゴールデンホールのモザイクに匹敵し、同じベルリンのラベンナモザイクカンパニーによって製作されたヒルドレスメイヤーのデザインする赤と金のモザイクは2階のバンキングボールへの入り口の天井に飾られている。 1963年から1965年にかけて建物の土地のタワーの南側に36階が増築されオフィススペースを増やした。この場所は1893年から1899年まで世界で最も高いビルだった18階のマンハッタン生命保険ビルと22階のニッカーボッカートラストカンパニービルディングによって占められた。他に アービングトラストと掘られた住石をバンクオブニューヨークに変えるなどの改造が行われた。建物は鉄骨で建てられており、石灰石で覆われている。建物は石灰石の外部に関して多数の問題を抱えており、2001年には建物の所有者が外部の調査を行い、漆喰の修理と窓の取り替えを行う5年間の計画のため、 ホフマン建築を受け入れることを決定した。ありがとうございます。